アーサーの玉座は、スコットランドにある丘。アーサーの玉座は、エディンバラのホリールードパークにあり、公園の大部分を形成しているいくつもの丘の中で、最も標高が高い。サッカーロバート・ルイス・スティーブンソンは、規模からすると丘に過ぎないが、その荒々しい姿は立派な山であると表現している。エディンバラ城の東約1マイル先に位置し、エディンバラ市街に乗り出すように、 標高250.5メートルの姿を見せている。丘の上からは、市街の素晴らしい眺望が楽しめ、比較的登りやすいことから、丘歩きに人気がある。ほとんどどの方角からも登ることができるが、一番、優しくわかりやすい登り道は、東側の段差ピーコから、草地の坂道を上がっていくルートである。丘の尾根であるソウルズベリークラッグスは、様々な難易度のルートを持つ。 歴史的なロッククライミングの名所でもある。しかしながら危険性のためロッククライミングは現在南端のサウスクーリーのみに制限されており、挑戦の際には許可が必要である。アーサー王に由来するように思われる。この名は、しかしながら、ウェールズのジョージ氏、アコードズインといったアーサー王にまつわる伝説に由来するという説には現在多くの批判がある。 イギリス国内のいくつかの他の家や山の頂上が同じような名を持つという事実はこの批判が支持される一つの理由になっている。例えばハイランド西部にあるベン・アーサーの山頂は時々アーサーの玉座の名でも知られておりまたカンブリアの湖水地方にある山ストーン・アーサーをミネとして抱く山両はアーサーの椅子と呼ばれている。エディンバラのアーサーの玉座には スコットランド・ゲール語の名前は付けられていなかったが、ウィリアム・メイトランドは、この、アーサーの玉座という名は、RD なセットが長い年月を通じてを経由して変形したという説を提唱している。その他に、ジョン・ミルンの提唱する語源は RD、サースーがあるが、この説は、名前要素の転換を前提としている点が、難になっており、多数の指示を得るには至っていない。アーサーの玉座、 アーサーの玉座は、重要な地質学的特徴や草地の生息環境、貴重な動植物の種の保護のため指定された、アーサーの玉座火山自然保護協会特別指定地区を構成する3つの地域、カールトンヒル、キャッスルロック、エディンバラ城の立地のうち、最も広い、ソールズベリー・クラックス・ハットンの断面、アーサーの玉座は、キャッスルロックと同様に石炭機に、 火山活動によって地が盛り上がり、第四期の間に西から東へ動く氷河の侵食によって荒々しい崖を西側にさらして尾を引くように地を東へ押し流して形成された。このようにしてソールズベリークラックスが形成されてアーサーの玉座と町の中心の間に玄武岩の崖ができた。近辺のいくつかのポイントから見るとアーサーの玉座はうずくまっているライオンのように見える。 二つの河口がライオンらしさを形成しており、アーサーの玉座がライオンの塔に、その南東に連なるオカクローヒルがライオンの尻に当たる。アーサーの玉座とそれに隣接するソールズベリー・クラグスは、現代地質学の理論の形成に寄与した。ジェームズ・ハットンが、体積岩の体積と、日なり岩の形成は、当時考えられていた成り立ちや時期と異なることを、観察したのはこの一帯においてである。 ソールズベリー・クラグスにあるハットンの断面では、マグマが大石岩に貫入し押し上げてドレライトの岩礁を形成していることが確認できる。アーサーの玉座の山頂部分にはヒルフォートが作られており、連なる黒いヒルまでまたがる広さを占めている。このヒルフォートの防御範囲は、視覚的にわかりやすく、アーサーの玉座の山階を囲むダンサピークラックや、サムソンのアバラ、サンソン、エスリブス、 地層があばら骨のように縦になって崖に露出している。より上部に作られており、遅くとも戦死時代の終わりには確実に存在していたと思われる。これらの鳥では、西暦600年頃にエディンバラ城の崖のヒルフォートで描かれたと考えられている女ジ子ジゴドズインの主人公であるブリトン人民族ボタディーニの力の中心であったのだろう。 丘の東側にある二つの石類は、鉄器時代のヒルフォートの跡を示しており、工作用の団地はその道の向こうにあり、東側の地域ダディングストンからよく眺めることができる。エディンバラ城から望むアーサーの玉座ソールズベリー、クラックスのすぐ下の坂を頂上に向かって登っていく、工事では市街を見渡すことができ、散歩道として長く人気がある。この道は、ウォルター・スコットの提案によって、 1820年の旧進派戦争の副産物である社会雇用創出として、スコットランド西部出身の失業中の職工たちによって舗装されて、ラディカル、ロードとして知られるようになった。1836年、ウサギ狩りをしていた5人の少年が、アーサーの玉座の崖の洞窟の中で小さな木の人形を収めた17の小さな棺一式を見つけた。 発見された時からその目的は謎のままだった。現在ずよく信じられている説は魔術のために作られたものとするものであるが、最近、1828年のバークとヘア、連続殺人事件で犯された殺人との関係が指摘されている。この事件では、連続殺人の犠牲者として知られた16人に、加えて医者に売られた最初の一人である。 自然疾患で死亡していた男がいる。しかしながら、殺人の犠牲者は主に女性であったが、見つかった木の人形のうち八体は男性である。あるいは、この棺桶は、医者に売られた16人の遺体に加えて、二人が逮捕された時まだ埋葬されずにいた最後の被害者を表現しているのかもしれない。棺は現在エディンバラのスコットランド国立博物館に展示されている。 アーサーの玉座は、末日聖徒、イエス・キリスト教会の歴史上、1840年に、スコットランドの信者が、福音を説くために捧げた場所であり、特別重要な存在である。首都オーソン・プラットは1850年初めに、スコットランドに到着して、多くの回収者を得る神の祈りのため、アーサーの玉座に登った。 アーサーの玉座の頂上からの360度パノラマ写真エディンバラの史上十字に記されたキャノンゲートの自治都市匠1836年にアーサーの玉座で発見された謎の筆にアーサーの玉座はブリタンニアの王アーサー王の伝説の王とキャメロットの候補地の一つとしてよく言及される伝承ではアーサーの玉座の麓をその昔追っていた ドラムセルチの森で12世紀スコットランドの王、デイビッド一世が狩りでおじかに遭遇したとされている。デイビッドは落馬して鹿に突き刺されそうになってしまったが、その時、彼の目にその鹿の角の間に十字が見えて、なぜか鹿は背を向けて立ち去り彼は無傷だった。神の加護で命が助かったと信じたデイビッドは、この地にホリールド院を創設した。 アーザーの玉座に近い地域キャノンゲートの自治と市長は、この伝承に基づいており、角の間に十字を掲げたおじかの頭である。かつてのエディンバラでは、5月祭の時期に、少女がより美しくなるために、ホリールードに面した丘の坂の路で顔を洗う伝統があった。ロバート・ファーガソンによって1773年に、書かれた詩オールドリーキーには、このような表現が出てくる。 オンメイ、デイ、イン、エイフェアリー・リング、ウィーブ・シーン・ゼム・ラウンド・ストリート・アンソン、エス・スプリング、フレイ・クラス・ザ・コラー・デュード・ラ・オップ・リング・ツ・ーベイト・ザ・エーン、アンド・ウォーター・クリアーズ・クリスタル・スプリング・ツ・シンド、ゼム・クリーン・アーサーの玉座は、スコットランドの作家ジェームズ・ホックの1824年の小説悪の誘惑で特別な役割を演じている。 ロバート・コールワンとジョージ・コールワンの中の悪い兄弟は、アーサーの玉座の頂上で霧に包まれて、ブロッケン現象と呼ばれる不思議な光学現象を目撃し、ジョージは幽霊を見たものと思い込む。この混乱で、ロバートは危うくジョージを殺しかけるが、彼らは共に丘のふもとへ逃げて、霧は晴れ始める。メアリー・シェリーの小説、フランケンシュタインの中では、アーサーの玉座は、 エディンバラの景観の一つとして研究されている。デイビッド・ニコールズが2009年に発表した小説ワンデーでは、その始まりと終わりで大学を卒業したばかりの主人公のエンマとデクスターがアーサーの玉座に登る。また、この小説は2011年に同名で映画化されており、この映画ではラストシーンでアーサーの玉座が映し出される。 ジュール・ベルヌの小説地底都市では、ベルヌの地底都市の住人である若い少女ネルが、アーサーの玉座に連れて行かれて生まれて初めて日の出を見る。それまで地上に出たことのなかった彼女は、地上での生活に順応し始める。キャサリン・シンクレアの別荘物語では、子供たちが養育係の手をすり抜けた日に、アーサーの玉座に登る。下り道で、子供たちが悪ふざけをして、ローラはほとんど、 崖から落ちかけてしまう。彼女はうまく体を立て直し、やがて兄弟が救助にやってくる。アーサーの玉座は、ヤン・ランキンの小説のいくつかに出てくる。スティーブン・バックスターの災害小説ムーンシードでは、アーサーの玉座の火山活動が再開して、地球の究極的な破滅の第一段階で、エディンバラのほとんどを消し去る。アーサーの玉座で見つかった17の棺は、 フィリップ・キャベニーの書いた10代向けのフィクション小説17の棺から2014年4月出版のメインテーマとして書かれている。ありがとうございます。